皆様こんにちは。暮れの大変にお忙しい時期お集まりくださいまして誠にありがとうございます。ただいまより2018年の総括の場として日本陸上競技連盟が主催いたします日本陸連アスレチックスアワード2018を開催させていただきます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます NHK より工藤三郎でございます。そして同じく TBS より上村紗友子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。来年の9月に開催いたしますマラソングランドチャンピオンシップでは TBS と NHK、両局で協力して歴史に残るレースをお届けしてまいろうと思っております。はじめに長年にわたりましてこのアスレチックスアワードの司会としてご活躍なさってきた三山はかるさんが推薦だって64歳でお亡くなりになりました。数多くの大会などでもアナウンサーとして常に優しく時に厳しく愛を持って選手を激励し陸上界を盛り上げてくださいました。私も講師ともに大変にお世話になりました。三山さんのご意志を継ぎながら今日は務めさせていただこうと思っております。心よりご冥福をお祈り申し上げます。本年で12回目を迎えましたこのアスレチックスアワードですけれども今年のコンセプトは決勝。2018年選手の努力の結晶、そして2019年2020年へ、さらにその先へとアスレチックファミリーが一つになって強い絆で結ばれて向かっていこうという思いを込めております。本アワードは日本選手権優勝者並びに国際大会などで活躍したアスリートを称えるとともに日頃より日本陸上界を支えてくださっている皆様に感謝の意をお伝えする会として開催しております。さらに本年は U20 世界選手権などで躍進したジュニア選手の皆さんとファン投票にご投票いただいた方の中から8名様をご招待しております。また本日はこちらのアワードの様子を日本陸連のホームページでライブ配信しております。さて東京オリンピックという特別な大舞台へのカウントダウンが進んで開催まであと1年半となりました。さまざまな感動シーンが誕生した2018年シーズンでしたが今年の日本陸上界を振り返ってみます。5月の世界競歩チーム選手権では史上初となる2つの団体金メダルを獲得するなど日本競歩チームの強さを世界へとアピールしました。6月の日本選手権では2つの日本記録が誕生、8月のアジア大会では6つの金メダルを獲得するなどアスリートたちは着実に力をつけ日の丸を胸に戦い続けています。また男子マラソンでも2回の日本記録が誕生するなど日本のマラソン界だけでなく日本の陸上界へ明るい未来と確かな可能性を届けてくれました。選手それぞれの努力が結晶となり来年の世界リレー2019横浜大会、ドーハ世界選手権、そして2020年の東京オリンピックで大きな花を咲かせることを願っております。本日は2部構成となっております。第1部は表彰式、第2部は皆様との親睦を兼ねたレセプションとなっております。どうぞお時間の許す限りお楽しみください。それでは本日この会場へ駆けつけてくださいました選手の皆様をご紹介します。皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えください。2018年日本選手権優勝者並びにアジア大会メダリストなど本年素晴らしい活躍を見せた選手の皆さんの入場です。まずは日本選手権優勝選手です。男子 100m 山縣亮太成功。
200m 飯塚翔太水野、800m 川本翔鈴木浜松アスリートクラブ、110m ハードル金井太陽福井県スポーツ協会、400m ハードル岸本貴之富士通、走り高跳び江藤隆味の素 AGF、 棒高跳び山本聖斗トヨタ自動車、走り幅跳び橋岡優輝日本大学、砲丸投げ畑瀬智群馬総合ガード、円盤投げ湯上正照トヨタ自動車、ハンマー投げ角栗弘小林クリエイト、槍投げ荒井良平鈴木浜松アスリートクラブ、20キロ競歩高橋英樹富士通、50キロ競歩野田智弘自衛隊体育学校、 4×100m リレー大東文化大学下取優、白石キララ、安田圭吾、高橋優輝、 4×400m リレー住友電工小西優太。続いて女子です。 100m 瀬古のどかクレイン、 200m 福島千里成功、400m 川田彩香東大阪大学、800m 北村夢エディオン、5000m 鍋島里奈 JP 日本郵政グループ、10000m マラソン松田瑞生ダイハツ、100m ハードル青木真澄七十七銀行、400m ハードル宇都宮恵里長谷川体育施設、3000m 障害物石澤ゆかりエディオン、走り高跳び中野遥早稲田大学、走り幅跳び高良彩香園田学園高校、三段跳び坂本恵里日本室内トラッククラブ、円盤投げ斉藤真希鶴岡工業高校、ハンマー投げ勝山ひとみオリコ、槍投げ斉藤真理奈鈴木浜松アスリートクラブ、七種競技山崎由紀鈴木浜松アスリートクラブ、20キロ競歩岡田久美子ビッグカメラ、 4×100m リレー福岡大学重永典子、久保山春奈、原夏樹、小玉芽衣、 4×400m リレー立命館大学林梨沙、吉田さゆみ、木本彩葉、塩見彩乃。続いて国際大会などで活躍した選手です。アジア大会 200m 金メダル小池祐貴住友電工、アジア大会 4×100m リレー金メダル桐生義秀日本生命、
アジア大会 4×100m リレー金メダル、キンブリッジ・アスカ・ナイキ。アジア大会 110m ハードル銅メダル、高山俊也・前輪。アジア大会 400m ハードル銅メダル、阿部孝俊・デサントトラッククラブ。アジア大会走り高跳び銅メダル、戸辺直人・筑波ツインピークス。アジア大会十種競技銅メダル、中村明彦・鈴木浜松アスリートクラブ。アジア大会50キロ競歩金メダル、勝木隼人・自衛隊体育学校。アジア大会20キロ競歩銀メダル、山西利和・愛知製鋼。男子砲丸投げ日本記録樹立、中村大地・水野。世界競歩チーム選手権男子20キロ競歩金メダル、池田光希・東洋大学。世界競歩チーム選手権男子50キロ競歩金メダル、荒井博興・自衛隊体育学校。日本グランプリシリーズチャンピオン、山内みなみ・京セラ。以上57名の選手たちです。今一度大きな拍手をお願いいたします。なお本日出席されている選手の皆様にはアスレティックスアワード2018のオリジナルピンバッジが贈呈されております。さあ選手の皆さんもお揃いになりました。改めましてここで主催者を代表して、公益財団法人日本陸上競技連盟横川博史会長より開会宣言をいただきます。横川会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本陸連の横川でございます。今日のですね、この、宴と申しますか、表彰式とレセプションの、プリンシプルというのを考えましてですね、まず第1部の表彰式の方はシャープ、そして第2部の懇親の方はですね、ウォーム&ホット、こういうことで、さて特に一部の方のシャープというのをどういうふうにやるかな。で、私の結論はですね、私が喋らないということがこの第一部をシャープにするもう一番大事なことだというふうに思いました。ということで、さりげなく今、アナウンスの方からですね、ご司会から開会宣言と言っていただきましたけれども、まさに今日の会の開会を宣言をいたしたいと思います。それでその前に一つだけ申し上げさせていただきますけれども、このようにたくさんの方、それも年末の大変お忙しいところでご出席をいただきました、ありがとうございました。で今日はですね、本当にこの会場のすべての方が私の陸連にとってのお客様でございます。一つはですね、今入場してまいりました選手の皆さん、本日のこの場の主役でいらっしゃいます。この1年大変な努力の中で今の日本の陸上競技の顔となってくれています。引き続きの検討、頑張りを期待をいたしたいと思います。それからですね、やはりこういった選手の検討、頑張りがございますのも、これをいろんな形で支えていただいております皆様あってのことでございます。そういった方々の一部ではございますけれども、本日お招きをさせていただきましてご出席賜っております。ご支援をいただいておりますさまざまな団体の方々、そして何よりもまた選手個人も含めましてですね、応援をいただいております企業スポンサーの皆様、
そして、この、選手や陸上トータルの活動にですね、つつうらうらと申しますか、全国各地で応援を支えをしてくれている関係の皆様、報道の皆様、こういった方々が今日のまたお客様でございます。皆様に心からの御礼を申し上げまして、それでは今日のアスレティックアワード2018の開会を宣言をいたします。どうぞごゆっくり、ひとときをお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。横川会長ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより各賞の表彰に参りますけれども、本日の表彰をよりシャープに進めていくためにですね、お手伝いいただくお二人の方をご紹介させていただきます。日本陸上競技連盟のオフィシャルスポンサーとして、選手をはじめ関係スタッフの各大会への快適な空の移動を支えてくださっております日本航空株式会社様より、客室乗務員の塩田沙織様、遠藤千佳子様です。お二方に今日はお手伝いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは日本陸連アスレチックスアワード2018各賞の発表に先立ちまして、まず日本グランプリシリーズチャンピオンの発表です。そして表彰です。本年よりトラック&フィールドの発展を目指しスタートしたグランプリシリーズ、全国13の都市で開催される大会にて、記録順位により加算されるポイントによりチャンピオンが決まります。それでは皆様、正面のスクリーンにご注目ください。同じく日本グランプリシリーズチャンピオン女子、京セラ山之内みなみ選手。それでは表彰に移ります。プレゼンターは公益財団法人日本陸上競技連盟横川博史会長にまずお願い申し上げます。そして同じく公益財団法人日本陸上競技連盟尾形光美専務理事にお願いいたします。どうぞご登壇ください。グランプリシリーズチャンピオンに輝いた選手のお二方には盾が贈られます。まず横川会長から盾をお願いいたします。では続きまして尾形専務理事から、続きまして山之内選手です。おめでとうございます。
してお二人にはそれぞれ強化費200万円が贈られます。では緒方専務理事お願いいたします。ではここでフォトセッションを行いたいと思います。どうぞお二人も加わっていただけますか。よろしくございますか。はい、目線はあちらの左の奥の方に。写真撮影大丈夫でしょうか。はい、それではプレゼンターのお二方ありがとうございました。どうぞご覧ください。ありがとうございました。それでは初代グランプリシリーズチャンピオンに輝いたお二人より一言ずつコメントをいただこうと思います。では初めに山縣選手お願いいたします。成功の山縣です。今回はこの記念すべき初代グランプリシリーズのチャンピオンになれたということで大変嬉しく思っております。これから世界でポイントランキング制が始まるという中で今回の賞を取れたということ、またこの賞を励みにして世界のトップを目指して頑張っていきたいなと思いました。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。では続きまして山内選手お願いいたします。今日はこのような賞をいただきとても嬉しく思います。この1年間は未熟な状態から多くの方々に支えられて感謝の1年でした。支えてくださる方がたくさんいることに気づいたことがこの1年間で何よりの成長でした。これから恩返しできるようにさらに前進できるように精進していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。以上で2018グランプリシリーズチャンピオンの表彰を終了いたします。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは選手の皆さんステージの前方よりご講談ください。では続いて新人賞の表彰です。新人賞は当年においての活躍が顕著であり将来が期待される競技者へ授与されます。それでは皆様正面のスクリーンにご注目ください。新人賞真夏のジャカルタに新生現る小池祐貴選手。輝きを放った
日本陸連アスレチックスアワード2018新人賞、東京運動記者クラブ選出男子住友電工小池祐貴選手、どうぞ拍手を持ってお迎えください。同じく女子ダイハツ松田瑞生選手、日本陸上競技連盟選出日本大学橋岡優輝選手です。おめでとうございます。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。それでは表彰に移ってまいります。プレゼンターは東京運動記者クラブ代表、毎日新聞東京本社運動部石井明夫様、青山商事株式会社法人部部長菊池隆文様、セイコーホールディングス株式会社取締役神奈川博美様、電化株式会社 CSR 広報室室長福岡聡様、お願いいたします。新人賞を受賞された選手の皆様には記念の盾が贈られます。また副賞としてセイコー腕時計が贈られます。それでは表彰です。はじめに小池選手です。毎日新聞の石井様より盾、ありがとうございます。では続きまして青山商事菊池様から副賞の授与でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。では続いて松田選手です。毎日新聞の石井様より盾、ありがとうございました。では続きまして青山商事の菊池様から副賞をお願い申し上げます。おめでとうございます。では続いて橋岡選手です。まず盾を成功の神奈川様からお願い申し上げます。おめでとうございます。では続きまして副賞を殿下の福岡様よりお願い申し上げます。よろしいございますか。ありがとうございました。受賞された選手の皆さん、おめでとうございます。会場の皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの皆様もありがとうございました。どうぞご登壇ください。ありがとうございました。それでは受賞された選手の皆様より一言ずつコメントをいただきます。はじめに小池選手、お願いいたします。
本日はこのような賞をいただき大変光栄に思います。この受賞を励みにまた来年以降も活躍していけるように精進していきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では続いて松田選手お願いいたします。本日はこのような素晴らしい賞に選んでいただきありがとうございます。来年 MGC があります。そこでしっかり東京五輪につながるレースがしたいと思っています。ありがとうございました。おめでとうございます。松田さんドレスがお似合いですね。ありがとうございます。そして最後に橋岡選手です。お願いいたします。本日はこのような賞をいただきとても嬉しく思います。共に、とても身が引き締まる思いです。来年以降も活躍できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。選手の皆さんありがとうございました。以上で新人賞の表彰を終了いたします。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございます。それでは選手の皆さんステージの前方よりご講談ください。続いて特別賞の表彰です。特別賞は陸上競技を通じた活動や活躍が広く社会に対して貢献したと認められたものもしくは団体に授与されます。それでは皆様正面のスクリーンにご注目ください。アスレチックスアワード2018特別賞受賞者は一般社団法人日本実業団陸上競技連合です。本日は日本実業団陸上競技連合を代表して会長の西川光一郎様にご登壇いただきます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。それでは表彰に移ります。プレゼンターは公益財団法人日本陸上競技連盟横川博大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部ソーシャルヘルスリレーション部部長大脇公人様にお願い申し上げます。特別賞を受賞された日本実業団陸上競技連合には記念の盾が贈られます。また副賞として和光クロックが贈られます。それでは表彰でございます。おめでとうございます。まず横川大将から盾、ありがとうございました。続きまして副賞を大塚製薬の大脇様からお願い申し上げます。大丈夫でしょうか。それではおめでとうございます。会場の皆様今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターのお二方ありがとうございました。ご講談ください。それでは日本
実業団陸上競技連合を代表して西川様よりコメントをいただきます。実業団の西川です。本日はこのような名誉の賞を実業団に授けていただきまして誠にありがとうございます。実業団を代表いたしまして心より感謝申し上げます。このプロジェクトエクシード日本記録突破報奨金制度は2020年の東京オリンピックが決まりましたときに実業団としてオール陸上チームの一員としてどういう貢献をすればよいか陸連の今賞をいただきました横川会長をはじめ多くの方々のお知恵をいただきながら決まった制度でございます。過去30年にわたって実業団主催の駅伝大会の放映権料をずっと貯めてきてくださった先輩方の実業団の基金から1億5000万30社を超える実業団加盟の各社からの協賛金2億円以上そしてアルビーズ大山さんから1年間に男子1人女子1人の日本記録突破者に対する5000万円ずつの報奨金この基金をベースにしてプロジェクトエクシードは運用されております。またこのプロジェクトエクシードにご講演をいただいております日本経済団体連合会日本経団連協力をいただいております日本陸連そしてこのプロジェクト創設にあたりまして税務に関しまして非常に温かいアドバイスをいただきました国税庁の皆様これらのすべての皆様に対しまして心より感謝申し上げます。今ビデオにもございましたように設楽選手大迫選手が日本記録を突破し井上選手松田選手はじめ実業団の選手もどんどん挑戦奨励賞を取っていっております。現在のところあと1名日本記録が出ても選手に対しては1億円の報奨金をお渡しする財源はございますけれどもチーム監督に対して5000万円の報奨金をお渡しするには若干、少なくなってきております。この追い風を絶やさないためにも実業団連合は先日の理事会で追加の協賛金を募集することを決定いたしました。本日のこの陸連アワードは私どもの追加協賛金募集に対して強い追い風になっていると確信いたしております。本当にありがとうございました。西川様ありがとうございました。ありがとうございました。以上で特別賞の表彰を終了いたします。皆様今一度大きな拍手をお送りください。続いて優秀選手賞の表彰です。優秀選手賞は当年において優秀な成績を収めた競技者へ授与されます。それでは皆様スクリーンにご注目ください。優秀選手賞8月ジャカルタで行われたアジア大会男子マラソンで輝きを放ったのは井上大仁選手。レース終盤金メダル争いはバーレーン、エラワッシュとの一騎打ちに。Thank you.
団体で金メダルを獲得。20歳の大学生、池田光希選手。日本陸連アスレチックスアワード2018優秀選手賞、MHPS 井上大人選手、トヨタ自動車山本聖斗選手、どうぞ拍手でお迎えください。そして東洋大学池田光希選手。なお井上選手はご都合により本日ご欠席となっております。皆様もう一度盛大な拍手でお迎えしましょう。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。プレゼンターは株式会社 TBS 取締役渡辺翔一様。株式会社西スポーツ代表取締役社長若林忠春様にお願いいたします。どうぞご登壇ください。優秀選手賞を受賞された選手の皆様には記念の盾が贈られます。また副賞としてクルージングディナー券が贈られます。それでは表彰です。はじめに山本選手です。 TBS 渡辺様から盾が授与されます。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。続いて副賞西スポーツの若林様よりお願い申し上げます。おめでとうございます。では続いて池田選手です。 TBS 渡辺様から盾の授与でございます。ありがとうございます。おめでとうございました。続きまして副賞西スポーツの若林様から授与いただきます。選手の皆さんおめでとうございます。そしてプレゼンターのお二方ありがとうございました。どうぞご登壇ください。ありがとうございました。それでは受賞された選手の皆様より一言ずつコメントをいただきます。本日ご欠席の井上選手からはビデオメッセージをいただいておりますので、まずこちらをご覧ください。今回このような素晴らしい賞をもらうことができ非常に嬉しく思います。今日本の男子マラソン界はかつてないほどの盛り上がりを見せていると思うので、その流れに負けないように自分ももっと盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして山本選手お願いいたします。トヨタ自動車の山本です。本日はこのような素晴らしい賞に選出していただきありがとうございます。今年の結果に満足することなく来年はさらに上、そして日本新記録の更新、そして世界陸上での入賞を果たしてまたこの場に戻ってこれるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして池田選手にお願いいたします。東洋大学の池田光希です。この度はこのような素晴らしい賞をいただきありがとうございます。今後も周りの方々への感謝の気持ちを忘れずに東洋大学らしいその1秒を削り出すレースができればと思っております。本日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で優秀選手賞の表彰を終了いたします。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。ではステージの前方よりご登壇ください。おめでとうございます。
ありがとうございました。本日の表彰も残すところあと一つとなりました。2018年の陸上界においてその活躍が最も顕著であった競技者に贈られるアスリートオブザイヤーの表彰です。それでは発表いたします。日本陸連アスレチックスアワード2018アスリートオブザイヤーはナイキ大迫傑選手です。はご都合により本日ご欠席となっています。ここで2018年の大迫選手の活躍をまとめた VTR をご覧いただきたいと思います。スクリーンにご注目ください。アスリートオブザイヤー男子マラソンの歴史を塗り替えた大迫傑選手、2015年からナイキオレゴンプロジェクトに所属し、世界屈指のランナーたちと切磋琢磨してきた大迫選手。今年10月のシカゴマラソンでは、2時間5分50秒の日本新記録を樹立、日本最速の称号を手に入れた。自分に勝ってきたのも自分ですし、記録に勝ってきたのも自分ですし、他人との勝負に勝ってきたのも自分なので、なんかそこの自分の幹がしっかり、まあ、これからも、まあ、それ強く前に行きたいですね。アスリートオブザイヤーを受賞された大迫選手には記念の盾が贈られます。また副賞としてペア旅行券が贈られます。そしてもう一つ、国際陸上競技連盟のセバスチャン・コー会長からお祝いのメッセージの盾も贈られます。それでは受賞された大迫選手よりビデオメッセージをいただいておりますので、皆さんスクリーンをご覧ください。この度はアスリートオブザイヤー最優秀選手賞に選んでいただきありがとうございます。ナイキオレゴンプロジェクトの大迫傑です。たくさん今年活躍選手がいる中で受賞するということは大変恐縮ですが、またこれを糧に、この先また一から頑張っていきたいなと思っています。また来年は MGC、東京オリンピックの選考レースがあるので、そこに向けてしっかりと体調を合わせて、次の再来年の切符を手に入れられるように精一杯努力していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。大迫選手のビデオメッセージご覧いただきました。もう一度拍手をお送りしましょう。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。以上でアスリートオブザイヤーの表彰を終了いたします。これで全ての表彰が滞りなく終了いたしました。以上で日本陸連アスレチックスアワード2018第1部表彰式を終了とさせていただきます。皆様長い時間どうもありがとうございました。これより各テーブルにて第2部のレセプションの準備に入らせていただきます。それでは第2部の開始まで今しばらくお待ちください。どうもありがとうございました。